どうもこんにちは、国家軍です。本日はこちら、東北方面現教授ドンキです。仙台駐屯地の体育館に参りました。懐かしい懐かしい。そしたら、なんと班長がいらっしゃいました。守備班長、ようこそ仙台へ。守備班長、カメラまだ入ってないです。入ってない。私が新隊員教育隊時代の後期教育の何班長や。お疲れ様であります、班長。お疲れ様です。鬼じゃないか。はい、鬼じゃないか。いろいろエピソードはもう語っております。あ、語ってる、バレてる。班長、今日は何をされてるんですか。今日はこのミニコンサートの撮影で。ミニコンサートですね。ものすごい雨でですね、屋根を打つ音がもう すごいんですけども、すごい雨。班長、なんか手元に持ってきた、なんか班長、班長、手元に持ってきた、これは仕事の道具。なんか手に持ってたんですか、この状態、このコスチュームですか。こういう、アリスをこのまま持っていただいて、はい、班長のスタイル、班長スタイル。あ、こんな感じでいたんですか、今日。あ、このスタイルで。いや、防水だから、防水処置。で、これ何持ってるんですか、今。カメラ。いつもの。え、いつもの。203ミリが。23ミリ。私たちの特化最大火砲、自衛陸自最大火砲だったじゃないですか。毎回やってるから。はい。こうなっちゃったんですか。今の班長の大砲がこちらになりました。こっち頑張ってんですね。頑張ってます。なんかちょっと撮ってたら、昨日音楽会撮ったじゃないですか。なんすか、ホワイトバランスちょっと合ってねえんじゃねえかみたいな、私に指摘するぐらい、もう班長はもうカメラモス、うるさいんだよ、ホワイトバランスが。さすがだ、めっちゃいいカメラじゃないですか、これ、まあそうですね、方面の写真班の写真班品です。僕のビデオカメラちょっと今調子悪いんで、やっぱりチェンジします。やっぱ雨で調子悪くなったんじゃないかな。めっちゃいいカメラ。じゃあ今日あれですか、撮影来てたんですか。そう撮影して、今午前中終わって、あと午後もカメラあるとあります。それでちょっと前回ちょっと守備班長に出ていただいた時にちょっと聞けてなかったことがあるんですよ。私って新隊員時代、そして中隊配属後も直属の先輩だったんですけど、どういう印象というか、印象、どういう印象がかなと思って、まず新隊員時代です、はい。面白い子だな。面白くておしゃれで、はい、おしゃれ。モテたかは分かんない。モテてはないです。おしゃれだった。なんか確かに、まあ、イメージ的に確かに若くてですよね、まあ、当然だろ、まあ、みんな18、みんな18です。そうですね、楽しそうで。守備班長の紹介してもらった居酒屋、私行きました。はい、前も守備班長のモノマネしながら行きました。俺のモノマネ、はい、ここの出汁巻きがすげえなぁ、やらけんだってモノマネさせていただきました。そして食べに行きました。私、はい、今はなき、今、あ、でもなんかあった、なんとか弟子の方がもう一回店出してるみたいなんですけど、いつかまた、はい、お願いします。そういえばこの体育館で私思い出しました。守備班長、ここの体育館で格闘、中隊対抗の格闘をしてるのを私ここで応援しました。優勝した時の。でしたっけ。違う。優勝しましたっけ。負けたっけか、1回戦で。私、今だに覚えてるのは、守備班長が、中隊配属、結構間もなく格闘大会がここであって、それでやっぱり僕の中では班長っていうイメージがバシバシあったんですけど、で、配属後に、守備班長がこう格闘で出たんですよ。ファイターって、ファイターって言ったんですよ。そしたらさらに上の中隊の一層の先輩とかが、しばさんさ、ちょっとまず距離取って角だから距離取ってって言ったら、守備班長こう構えてるじゃないですか。なんか背中向けてこう走って敵に背中向けて走って会場中どっかん
わは、はい、笑いを取りに距離取りすぎだみたいなここですよ、この場で。あの練習も何もしなかったんで。そうなんですか。初心者状態で行ったんで丸腰で行くんだ、実は出ろって言われて出されて大変ですね。そうなんですね。そこでなんか、あ、渋谷班長って面白いんだなって思っておっかねえ渋谷班長、面白いんだなって思って、はい、大体中が笑ってたんで。あれは狙いました。あ、狙ったんですね。距離取ってなんぼすもんね。距離取ってなんぼなんで。距離取れって言われたら取るんで。正直な作戦。最後に、あの中退時代 の記憶というか、なんかあれば印象。新隊員時代のおしゃれ。まあそうかもしれないです。めちゃめちゃ細いパンツねじ込んでましたから。おお、確かにね、はい、ねじ込んでました。牛の模様の。牛の模様、よく覚えてますね。おお、はい、いや、おしゃれだなと思って。牛の模様あったっけ。あった。違う。T シャツはあったよね。あったっけ。下、パンツ牛の男いなくないですか。マーブルの、あの牛さん、なんていうの、ホルスタインみたいな。そうあ、あのジーンズの。はい、よくご存知。すごい。そうです。牛っぽいな。あれおしゃれだな、牛っぽくやったの。さすが、すごいっすね。本当にありますよ、そのジーンズ。さすが、あれ、高校一番の時に私が履くジーンズですから、派手ですよね。あの、外出証もらう時、あれちょっと緊張するんですよ。お前ちょっとそれ、派手すぎねえかみたいな。あれっすよね、なんかこう、外出する時は派手すぎる格好だとちょっと気まずいみたいな。はい、落ち着いた服で、確かに外出証を受け取りに行くことはありましたけど。大人だから。そうっすよね。なんかで映ってますよね。まさかの一中隊時代の先輩がまた一人いらっしゃいました。お久しぶりであります。どうもね。あ、お久しぶりであります。俺の後輩です。急に。僕のチャンネルなんで。後輩です。あ、よろしくお願いします。お久しぶりです。俺は嬉しいです。この後輩が一生懸命頑張って。ありがとうございます。しっかり頑張れよ。はい、頑張ってます。私、今野さんを見習って、東京に出て吉本を入ってみました。よし、頑張れ。引き続きまた自衛隊に来い、はい、そして辞めて、はい、また自衛隊に入ってこい。なんでですか。もう一回電話する。そう、渋谷さんそうだ。名前見てなかった。メール見てなかった。いや、見てないです。見てない。いつだよ今。班長さっきそれ撮ったの。さっきそのあれは撮った。なるほどね。お久しぶりだと班長。いや、いまだに覚えてます。なんかずっと新隊員の私たちを笑わせようと、なんかファイナルファンタジーのなんかなんちゃらインフェルノみたいな。あ、覚えてます。確かになんちゃらインフェルノっていうなんか技があるんです。それをなんかどうでもいい言葉とくっつけて、なんかお前これから飯食うんだろインフェルノとか言って、新隊員を笑わせて端末出てるぞインフェルノとかなんかずっとそんなゴミずっとインフェルノの時あったんですよ。そうですね、なんか記憶ある。なんか記憶ある。そうですよね。懐かしい。懐かしいな。まだどっかで分かりました。どっかはやめて、はい、別な舞台に。あ、そうですね。あ、てか同じちょっとんちゃった。あ、たびたびこうすれ違う。地元も一緒。地元、そうだ。同じ小学校。わ、中学校。地元も一緒。中退も一緒。ずっと一緒ですもんね。ずっと先輩。ずっと一緒。そんな変わらない。何一つ変わってない。どうですか？逆に後輩。いよいよ変わってない。何も変わってない。まさか。ありがとうございます。こんなところで会えると。ありがとうございます。頑張ってください。楽しみました。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ります。いやそれは使えないな。いや、使います。何なの？使わなくていい。全部いきますよ。使わなくていい。どの部分ですか？インフェルノのとこだけは使いますよ。インフェルノとか。言ってました。なんか記憶あるな。チャラかっちゃら。ニクマンの話かな。好きだから。ありがとうございます。はい、ということで、今回も仙台駐屯地の記念行事でございました。雨の中でしたが、渋谷班長ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、おかげさまで、とっても楽しい、まあちょっとね、雨でこうなくなったイベントあるんですけども、その分、渋
渋谷班長のお時間をですね、たくさんお借りして、ショート動画もたくさんあって、と懐かしい気持ちになりました。はい、2分間スピーチをお願いいたします。始まったよ。また来たか。あれですか、なんか2分間スピーチとか、立教とかあるっすよ。今だありますよ。じゃあ、慣れてますか。慣れてます。すいません、無理言っちゃってありがとうございます、本当。また来ますんで、渋谷班長といろいろショート動画とかこう思い出していただいて、いろいろとこう、いや、もういいダメだ、もういい出ますよ。渋谷班長と、巡ってみました。ありがとうございました。ありがとうございます。また、はい、また来ます。それでは、はい